リーグ戦2連勝中のジュビロは東京ヴェルディと対戦。連勝を伸ばしたいジュビロでしたが、前半立て続けに2点を奪われます。ジュビロの後半18分、松井のパスにトッパが飛び出し、最後は山崎がゴール。しかし反撃もここまで、首位争いが遠のく痛い黒星です。